Hello, this is Miliu and Hiroshi Hayashi, Japan. Buddha as an existential being. Today's story is about Buddha himself, about whom I say here that he is a reptilian, not a human, as long as you claim that the Gandharak sculpture here is Buddha. This sculpture is very well known, and this is called Sitting Buddha in Hangar, now in Lahore, Pakistan. Is he really a human? No, he is not. 先ほど見ていただいたのが釈迦苦行像です。現在、パキスタン・ラホールのラホール博物館に所蔵されています。ガンダーラ仏の中でも傑作中の傑作と評価されています。が、この像は私たちが一般にガンダーラ仏と呼んでいる彫刻とは一線を画すものです。雰囲気がまるで違います。台座にはゾラスター教を祀る神事の様子まで描かれています。一方、ガンダーラ仏と言われているものがあります。見るからに人間です。が、これは本当にブッダの姿なのでしょうか？あるいはどちらが本当のブッダの姿なのでしょうか？今日の物語はそれについてのものですが、釈迦苦行像は何体か残っています。日本の鎌倉の建長寺にも残っています。で、話は変わりますが、1952年9月12日、アメリカのウェストバージニア州で、いわゆるフラットウッドモンスター事件というのが起きます。巨大な UFO が現れ、それが地上に落下します。3人の子供が近寄ってみると、文字通りモンスター、つまり怪獣が現れたという事件です。この事件は、その同じ年の2ヶ月前に、ワシントンパニック事件、メリーゴランド事件っていうのが起きたこともあり、大騒ぎになりました。その時の様子を細かく説明した記事がありますので、ここに翻訳して紹介します。で、このフラットウッドで現れたフラットウッドモンスターが先に紹介したラホール博物館にある釈迦苦行像に似ているという報告をミリリューさんから受けました。確かに雰囲気が似ています。で、私は当初軽い気持ちでそれを調べ始めました。が、調べ始めて驚きました。共に大変よく似ているというレベルを超えて同じであることが分かったからです。どう同じであるかは皆さん、ご覧になっての通りです。左がフラットウッドに現れたモンスターです。右がラホールにある
釈迦苦行像です。指が長いですね。そして独特なあばら骨。この首のコンセプトも全く同じですね。そしてこの点々で表現してある部分、それから顔、双方を比較してみてください。目の中に目が、また別の目があります。大きな鼻。もう一つの像で比較してみます。お腹の作り方ですね。そして腕の表現の仕方。まあ、顔を明るくしてみますと、まあ、このようになって、そして、まあ、この目の作り方ですね。まあ、こうして順に比べていきますと、まあね、間に2000年近い年月が流れているわけですから、その2000年という年月を超えて、まあ、大変よく似てるというか、場所も離れてますよね。ということは、フラットウッドでモンスターを見てそれをですね、こうして絵にして、まあ残した人たちはですね、ガンダーラのいわゆる釈迦苦行像を見たとしか言いようがありませんね。しかし、そんなことはあり得るでしょうか。この目を見ていただきたいんですけども、目の中に目があり、大きな鼻ですね。そして目はレプタリアン独特の目をしています。まあ色は私が勝手につけてみましたけども、人間ではありませんね。それで、レプタリアンとは何かということなんですけども、この釈迦苦行像と、まあ、人間の骨格と比べてみます。まあ、鎖骨を中心に見してみてくださいね。で、釈迦苦行像の方の像はですね、鎖骨が位置にこれ合わせますと首が長く、そして、首の上の付け根から斜めにですね、左の下の方に剣が走っているのがわかりますね。これは別の像で見てもやはり同じようになっています。そして脇の下は空いていて、人間にはない剣が胸から伸びています。これは右は、レオナルドの描いたスケッチです。レオナルドはこういう形でレプタリアンの骨格図を残しました。頸椎の数も13個で人間の7個とは違います。そして首の付け根の上のね、付け根から肩にかけて妙な剣が伸びてますし、そして鎖骨から人間にはないその剣が上腕の方に伸びています。で、ダヴィンチはこういう形でレプタリアンの、まあ、解剖図を残しました。まあ皆さん自身の脇の下の剣と比べてください。で、この肩甲骨も人間のものではありませんね。そして首の上の付け根から三角形のなっているこの剣が伸びている。人間は7個ですけども、ダヴィンチの書き残したのは13個です。すなわち、これは、まあトカゲですよね。細い骨を何本かの剣で支えているってことになります。で、釈迦、苦行像の像と比べていただきますと大変よく似ていると。まあ、人間にはない剣がですね、首の上の付け根から肩の方に伸びていると。そして、肩がカクンカクンと曲がってますね。いわゆる、まあ、日本の縄文土偶と同じコンセプトで作られているということです。で、まあ、右がダヴィンチ、レオナルドの残したレプタリアン像ですから、左の釈迦、いわゆるまあ、像もですね、苦行像もレプタリアンと考えるのが普通です。右は、これはレオナルドの残したダヴィンチが残した絵です。で、この絵も、何らかの人物もやはり、ここに妙な剣があり、そして首の下に大きな三角形のくぼみができています。で、私は右の像はダヴィンチ、レオナルドの描いたレプタリアン像と判断しました。大きなくぼみ。人間も三角形できますがね。できないとは言ってないんですよ。どなたかこの前、人間にもあるっていうふうにね、書いて、書き込みをなさってくださった方がいらっしゃいますけども、これが異様に大きいということですね。いわゆるここに大きな三角形のくぼみができるということです。
で、これが釈迦苦行像です。で、これはレプタリアンである。まあ、こうした像が、まあ私が拾い集めた範囲では3体残っています。あと首だけのもの、体だけのものもあります。で、これはレプタリアンである。少なくとも人間ではないということになります。で、検証してみますが、もう一度この像を見てください。これ非常に重要な部分なんですね。で、右がフラットウッドモンスターと言われている、まあ、怪獣です。これらは同じ、まあ、モデルと言いますか、を元にして作られた像。そして右が絵であるということになります。そして、ここでラージアイを、について、まあ、考えておきます。南アフリカにフェルヌクパンと言われている奇妙な平原があります。ここには無数の螺旋模様が描かれています。2000年以降、誰かによって描かれたということは確認しています。冠水のため、あるいは灌漑のために、そうした模様が描かれたということになっていますけれども、その一角に、こんな奇妙な地上絵があります。これは偶然できたのか、いわゆる自然にできたものかということですけども、この絵の周りを見ますと、細かい線が走っているのがわかりますね。すなわち、まあ、無数の円によって囲まれているということですね。この絵は私が発見しました。で、この絵とですね、それから、まあ、これはマヤで発見されたアーティファクトですけども、比較してみますと大変よく似ている。それがまあ、現在このラージアイと言われているエイリアンの顔にも似ていると。まあ、これらの絵を、右の写真は、まあ、私が独自の判断で信憑性の高いと言われている、まあ、エイリアンの写真を集めてみたものです。これがイギリスのハンプシャー州で現れたクロップサークルです。これが青森の石神様です。で、特徴はですね、目の中に目があるということですね。これは与那国の人面岩と言われているものです。目の中に目があるということですね。そして作り方のコンセプトが大変よく似ていると。これはただ単なる偶然なんでしょうか。というのは、この目の中に目があるという点でですね、先ほどの、いわゆるまあ、釈迦苦行像と似ているということです。そして、右の、いわゆるまあ、フラットウッドモンスターも目の中に目があるということです。これも偶然の一致なんでしょうか。これ余談ですけども、ともかくももう一度見ていただきたいんですけども、これが、いわゆる釈迦苦行像の、まあ、頭部ですよね。この目の中を見ていただきたいんですけども、いくら痩せてもですね、目の中にまた別のまぶたができるということはありえませんね。注意深くご覧ください。目の中にまた別のまぶたがあり、その向こうに眼球があります。青い部分が、まあ、目であり、黄色い部分が中心のね、これが眼球ということになります。目の中にまた別の目がある。これ果たして人間なんでしょうか？あるいはヘルメットをかぶったレプタリアンなんでしょうか？ということで、もう一度ここを見てください。下が、まあ、まぶた、まあ、下まぶたということになるわけですね。そしてその中にまた別のまぶたがあって、その向こう、そのまぶたにかかって眼球があるということですね。で、左がガンダーラ仏です。右がフラットウッドモンスターですけども、やはり同じように目の中に目があります。特にガンダーラ仏の方ははっきりしてますね。目の中にまた別の目があり、まぶたの中に隠れて眼球があります。いわゆる目の中に目があるということです。もしこれがブッダだというならば、これはレプタリアンであって人間ではないということになります。本当にこれは苦行中のブッダ、すなわち釈迦苦行像なんでしょうか。そしてこの像はですね、という点を考え合わせますと、捏造された偽のブッダ像ということになるのではないでしょうか。ということで、今日の話はこれで終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!